その巨人の2軍では注目のルーキー辻内がイースタンリーグで公式戦デビュー。最速149キロのうなるような剛速球を次々と繰り出すと、その思い切りの良さはバットにも乗り移り、自ら先制のタイムリー。投打の主役を独り占めします。ところがこのリードを手放したのも辻内。日本ハムのクリーンナップにホームランを含む3連打を浴びて、あっさり逆転を許します。それでもここから崩れなかった辻内は5回で圧巻の11奪三振。まさに一人で打って打たれて抑えてと、真の大物を予感させる衝撃のデビューです。まっすぐまっすぐで、どんどん押していけたのでとても良かったです。